岸田総理への恨みが大爆発。菅前総理が岸田を潰すために選んだ次の総理候補の名前。衆院補選に続き、地方選も連敗。岸田首相は解散を断念し、内閣改造に着手しようとしている。今の状況はまさに21年年の菅政権の末期と酷似している。今度は菅が総理を引きずり下ろす番だ。前県知事、安倍晋三の命日にぶち上げようとした岸田総理の逆転大作戦がまさかの失敗。可愛がってきた若手たちからもついに見放されて、より続く。高級寿司屋で開かれた秘密会合の中身。早速動きを見せたのが、菅義偉前総理だ。岸田派の若手が総理公邸に押しかけた6日の夜、麻布十番の寿司屋、尾崎、で、会合を開いた。情報を聞きつけた報道陣が狭い路地に押し寄せる中、最初に姿を見せたのは、小泉進次郎元環境大臣。続いて、加藤勝信はじめ官房長官、菅、武田良太元総務大臣が現れ、最後に萩生田光一前政調会長が店へ入っていった。萩生田、加藤、武田の閣僚経験者3人は次世代のリーダー候補と目されており、頭文字を取って H、K、T と呼ばれ、定期的に会合を重ねてきた。武田が会の様子を語る。根底から自民党を変えていかないといけないという議論だった。政治家同士だから露骨な話はしないものだけど、会うということが大事なんだ。自民党が本当に国民の信頼を勝ち得るためにはどういう総裁選をやるべきかという話にはなった。総裁選への対応を協議したと認めただけだ。5人を集めたのは菅だったという。表立って次の話をしたとは言えないだろうが、菅が声をかけたならこの会合は重い意味を持つ。菅は21年年に総理の座から引きずり下ろされた時の恨みを忘れていない。非主流派に転じ、さらには軽い脳梗塞を発症した自民党若手議員として一時は健康不安説も囁かれた。ところが、ここに来て求心力が高まり、菅は次の総裁を決めるのは俺だと言わんばかりに動き始めたのだ。裏金事件を受け麻生派以外の派閥が解散を決めると以前から派閥解消を主張していた菅さんの存在感が増しました。さらに政治資金規正法の改正案をめぐっては、公明党と日本維新の会にパイプを持つ菅さんがキーマンに、連立を組んでいる、以上一緒にやるしかないだ、ロッと迫り政治資金パーティー券購入者の公開基準額を5万円超に大幅に引き下げる公明案を岸田さんにのませました全国神政治部記者もはや菅抜きにして政治を動かすことはできない。そう悟った、ポスト岸田、候補の面々は、菅のもとに結集し始めた。石破茂さんや加藤さんだけでなく菅さんが聖子ちゃんと呼んで可愛がっている野田聖子さんも菅さんに推薦人を借りて総裁選に名乗りを上げようとしている。みんな、菅さんもうで、の状態です。一方、何かと菅さんと意見が対立する麻生さんは、菅さんと歩調を合わせるわけにもいかず、当面は岸田さんを支えるしかない。菅さんの方が、はるかに手札が多いのです。前出とは別の自民党閣僚経験者。菅の本命はの男。菅の手札で、ポスト岸田、最有力候補は国民人気1位の石破であると見られてきた。ところが、情勢が変わりつつある。6月6日の北海道新聞で岸田さんが国会閉会後に内閣改造を検討していると報じられましたが、その目玉が石破幹事長だというのです。しかも、石破さん本人もまんざらでもないようで、打診があれば受けるだろうともっぱらの噂。これを聞いた菅さんは、だからあいつはダメなんだよ、と吐き捨てたと言います。前で全国神政治部記者、また石破の党内不人気は相変わらずで、特に旧安倍派からは、打滑のごとく嫌われている。今も鋭い、菅の政局感。
安倍派の番頭だった萩生田さんは旧統一教会との関係が明るみに出た際に地元選挙区の八王子で菅さんに創価学会との間を取り持ってもらったので菅さんには頭が上がらない。それでも石破だけは支持できないと公言しており、菅さんが石破支持に回るならば、たもとを分かつと言われています。前で自民党閣僚経験者、体が衰えても、政局感は鋭い菅はこうした空気を感じ取り、石破と距離を置き始めたという。そこで新たに名前が浮上したのが加藤だ。6日の会合も、加藤待望論を押し出すことが目的だったと見る向きもある。加藤さんは総裁選への意欲を公言しており岸田派幹部たちもあいつは本気だと警戒している。人格温和で敵がおらずみんなが乗りやすい。安倍派を束ねる萩生田さんと二階派を束ねる武田さんが固けば一気に最有力候補になります。二階派ベテラン議員、知名度という点では小泉進次郎の右に出る者はいない。最近では一般ドライバーが自家用車を使って乗客を有償で運ぶライドシェアの全面解禁に向けて活動しており、これに茂木敏充幹事長も賛意を示したことで存在意感を見せている。進次郎、潮に追わせながら、6月12日に活力ある地方を作る市長の会の総会が開催され菅さんと進次郎が並んで挨拶しました。同会は首相だった菅さんを応援するために20年年に全国の首長で発足した会です。もともとはクローズドで行われていたこの総会が突如メディアに公開された。菅さんは進次郎、氏を匂わせて岸田さんを揺さぶっているのです。自民党中堅議員、過去の総裁選で現職総理大臣が負けたのは78年年の福田赳夫のみ。岸田が今すがりつくのは歴史の因果である。その因果を菅が断ち切るのか。手札は十分。どのカードを切ればいいか、菅は9月まで残された時間をたっぷりと使い、情勢を見極めようとしている。岸田首相、脱線熱弁に立民泉代表は切れる、党首討論で質問にない憲法論に言及、委員長も注意。3年ぶり、岸田政権では初となる党首討論が19日、国会で行われた。立憲民主党の泉健太代表は、岸田文雄首相に、自民党の派閥パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法改正に対する自民党の後ろ向きな対応を批判し、抵抗しているのは自民党だけだ。あなたたちが抵抗勢力だ、と批判した。泉氏は、この日参院で可決、成立した規制法改正案について、大変残念だ。悔しい。選挙で、自民党とずっと戦ってきたが、相手チームがルール違反をしていたとは考えたくない。なんてことをしてくれたんだ、と指摘。ルール違反をやっていた自民党が求められた政治改革なのに企業団体献金もやめずパーティーもやめない。こんなのでは国民は納得しない。そういう法案を無理やり通そうとしたのは残念だ、と訴えた。すると、岸田首相は、想定外の対応で反論した。政治資金パーティー禁止と言いながらパーティーを開いているとか挙げつらう場ではないが、と皮肉を込めて指摘し、禁止というのは気持ちいいかもしれないが、現実的な政治の中で、政治資金は民主主義を支える大事な要素だ。すべて禁止で現実を見ることがない案ではいけないということで取り組んできた。と語気を荒らげながら指摘した。さらに、お党にも責任ある政策を提示してほしい。安全保障やエネルギーの分野でも責任ある態度をとってほしい、と主張し、質問にはなかった憲法改正について、自ら突如言及。憲法改正にも責任ある対応をお願いしたい、と話は脱線。憲法審査会での立民の対応への注文を主張し続けたため、野党席から逃げるなよ、と矢字が飛び、首相は委員長から簡潔にお願いします、と注意を受ける場面もあった。首相の脱線気味の熱弁答弁、後、自民党席からの拍手はまばらだった。
泉氏は今のような話で外交をしているのか不安になった。話が前後してしまっていると呆れた様子で語った。立民は解散案自身は総辞職を要求も岸田首相は拒否、政権継続に意欲も与党席から拍手まばら。19日に3年ぶりに国会で行われた党首討論で岸田文雄首相が立憲民主党の泉健太代表から衆院解散、日本維新の会の馬場伸幸代表からは内閣総辞職を求められる場面があった。首相はいずれの要求も拒否し、先送りできない課題に専念することに全力を注いでまいりますなどと引き続きの政権運営に意欲を示した。泉氏は持ち時間の最後に政治と金の問題を争点にした上で、解散して国民に信を問おうじゃないですかと首相を正したが、首相は結果を出していくことに専念していかなければならない、それ以外のことが考えていないと拒んだ。首相の答弁中に泉氏の持ち時間を超過してしまう場面もあり、委員長の配慮で時間を追加してもらった泉氏は最後にもまた解散しましょうよと呼びかけた。一方、馬場氏は岸田内閣はもう晩策尽きている、立憲民主党は解散を迫ったが落ち込んでいる時に感激感激をつくようなそんなことはしない、明日明後日にもう内閣総辞職をして総理を変えてほしい、責任を持って仕事をできる総理にバトンを渡してほしいと内閣総辞職を求めた。しかし首相は退陣のご要望だが今先送りできない課題に専念することに全力を注いでまいりますと繰り返した。12年前の2012年11月の党首討論では、当時の民主党政権の野田佳彦首相が、野党自民党の安倍晋三総裁に、自ら衆院解散宣言をして、その後の自民党の政権交代につながった。今回、岸田首相は解散要求も退陣要求も突っぱね、政権継続に強い意欲を示したが、自民党内でも退陣論が出ていることもあってか、自民席から大きな拍手は起きなかった。